ターザン。おお、ターザンみたい。ターザンみたいな。絞れてない。分厚。野生味やばい。久しぶりにカット装着。ピットして。ああ、いいよ。随分決まるよ。本当？うん。なんかやっぱ体型がさ、体型しっかりしてるとなんかそういうシンプルな格好が映えるね。ね。なんと言いますか。俺自体がファッションです。はいさん、ちゃんまりです。今日はね、今から大輔さんとね、ちょっとお出かけに行くんだけど、ちょっとね、今日私やりたいことがあって、あのね、大輔さんを一日中褒めちぎりたいのよ。結構ね、大輔さんって本当にあの男の人にしては珍しくものすっごい褒めてくれるので、髪型とかちょっと変わったりとかメイク変わったりとかしてもすぐ気づいてくれるし、なんかこうそんなに大したことなくってもめちゃくちゃ褒めてくれるわけなんだけど、私こう素直にそうやってさ褒めたりするのすごい苦手で、だから大輔さんのね10分の1や100分の1ぐらいしかねそういうことできてないと思うんだよ。だけどさ、最近大輔さんこうダイエット成功してすっごい筋肉もつけてめちゃくちゃかっこよくなってるから、今日はねちょっと私の方が大輔さんの100倍ぐらい褒めれるようにちょっと一日中ねデートの間中褒め続けたいと思います。ゆくちゃんかわいいね。ゆくかわいい、見て、うちの旦那水かけてるだけでかっこいい。かわいいかよ。何ギャップでキュンキュンさせようとしてんの。かわいいんですけど。今日はいいね、オープン日和だね。なんで声出さないの。なになになに。あ、冷たい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 、ちょっとちょっとちょっと。危ない、猫のうんこ踏むとこやった。ということで出発。今日はもともと別の撮影をする予定があるから、その撮影の合間にね好きあらば褒めまくっていこうと思います。今日行くお店はそのメインで撮影している動画で紹介するので、また後日公開されるの楽しみにしててください。もう沖縄梅雨入りしちゃったんだけど、本当に貴重なこの気持ちいい晴れ間の日で、この日出かけられて本当に良かった。それにしても大輔さんどんな反応するかな。楽しみ。ね、今日も髪下ろしてんのね。いいでしょ。ところでかっこいい。ありがとう。てかマジ卑弥呼似合うね。ありがとう。運転姿がなんか決まってるよ。ありがとう、3連発。あ、めっちゃ海見えてきた。海綺麗だな。海より大輔さん見とこ。ありがとう、4連発。やばいなこれ。今日さ、あれだよね、ゴールデンウィーク唯一の晴れだよ。そりゃ混むわ。これも前も後ろも全部出るね、この人。やった、スムーズな駐車でございます。 OK。 はい。なんかね、私が下手すぎてもうすでに怪しまれてるような気がするから、ちょっと一回ここでは褒めるのやめて、ご飯食べにお気に入りのお肉屋さんに行きます。ここがね本当に美味しくておすすめなの。これはね15日に出す動画で紹介しますね。美味しいもの食べてお酒飲んでもらってベロベロになったらまた褒めまくっていきます。いただきます。うまい。シンプルに来たね。やばい、レモンサワーに合う。あ、お姉さんいくつ。昨日で31歳になりました。昨日で31歳だったの、うん、おめでとうって伝えとくわ。何のキャラなんそれ。わかんない。何新キャラ。酔っ払ってるかもしれない。まだこんなに残ってるレモンサワー。もうさ、酔っ払ってあんま飲めないか。ね。あれだね。は？酔うと本当可愛くなるね。可愛いんだよそれが。自分で言うじゃん。困るんだよな、動画見返すと可愛くてさ。でも可愛いよ。ありがとう。酔ってる時の大輔さんね、私結構好きなんだ。じゃあ明日から朝まずアルコールで顔面洗って、朝シャンは青森。おはようって言ってスムージーはもちろん青森で割って。しかも泡盛なの。そう、朝ごはんはウォッカ。何かしら支障出そう体に。支障しかないだろう。ちゃんま、はい、かっこいいね運転姿。いい感じ。最近ありがとうね。いいえ。
運転してくれるおかげで飲めるわ昼から。楽しい運転ひみこ。いいでしょう。うん。そんな風にちゃんまりが思ってくれるおかげで俺は5日連続昼からベロベロだわ。そんなだっけ。ちょっと控えた方がいいんじゃない。あれだ。でもね、お酒飲んでる大輔さんね、可愛くて好きなの。いや、そうなのよ。そうなんだよね。でもね、可愛いよ大輔さん。ありがとう。かっこいいのにさ、かっこいいのに可愛いからさ、困るじゃんこっちも。ありがとう。そんなことしてさ。ありがとう。どういうつもり？ありがとう。今ね、ちょっとね、私があまりにもやたらめったら褒めるから、褒め方が不自然でなんか変っていう風に、ね、言われちゃって。水かけてるだけでかっこいい。かっこいい。かわいいよ大輔さん。でもかわいいよ。かっこいいのにかわいいからさ、飲むとほんとかわいくなるね。お酒飲んでる大輔さんね、かわいくて好きなの。そりゃそうだよね。やたらめったら褒めちゃったもん。難しいね、普段こんなやらないことをやろうとするとさ。まあ、ちょっと後でネタバラシしようかな、さすがに。そんなのめったね。こんなもん。あ、乾杯。実はさ、うん、私今日あることを企画でやってたんだけど、先ほど潰れたんですよ。それが潰れたというか終わっちゃったのよ。どういうこと？今日ね、うん、普段あんまり私大輔さんを褒めてないから、うん、めっちゃ褒めるっていうのをやってたの。あ、なるほどね。ここで第2弾の褒めが始まるはずだったんだけど、うん、私が下手で不自然すぎて突っ込まれちゃって大輔さんに、はいはい、今日おかしいよ、今日おかしいよって言ったね。普通にガチで怒られるっていう、うん、あれ撮っときゃよかったなーって、ね、ガチで指摘されるっていう。あ、それ撮ってないのか。そう。あ、そうか。カメラ止めてから言ったから。あ、そっかそっかそっか。再現しようか、みんな知りたいと思うから。そうだね。じゃあちゃんまり、はい、運転しながら褒めてよね、はい、俺、はい、あー気持ちいい。死に酔っ払ってる。大輔さん酔ってるぞ。かわいいね。ありがとう。かわいい。今日かっこいいし。ありがとう。めっちゃかっこいい。ありがとう。あ、かっこいい。ありがとう。何、どうした？褒めすぎて変だよ。え、変な方向に張り切ってない。そっか、そっかな、そっかも。うん、うん、こんな感じ。地獄。地獄。地獄や、本当に。今ここまでで多分今日私が褒めまくってた部分がどん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 流れた後なんですよ、これ。あ、今予定として。はいはいはい、うん、多分自分で見返して不自然だなって。だって2個か3個しかパターンないもん。だからちゃんまりが昨日の夜言ってたことが伏線だよ、はい、なんか私可愛い女の子になりたいとかなんか言ってたじゃん。あ、そう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 。なんかね、せっかく女の子になったんだから女の子エンジョイしたいみたいなこと言ってたじゃん、うん、だからちょっと間違った方向に進み始めたのかなと思って、ここは旦那の俺が旦那の俺が身を挺して止めてあげなきゃと思って。違うよちゃんまり、陽気な女の子ってそういうことじゃないからっつって。普段からもうちょっとね、素直にね、可愛く愛嬌がある女の子しますわ。もうちょっと今年の目標でしょ。今年の目標。そうだよ、私昨日31歳になったから、31歳の目標は可愛くなる、うん。あ、いいじゃん、うん、いいね。あと、うん、あれだ、6月に試合出るから、またキックの。あ、そっか、そうだね、出ることにしたって言ってたもんね。そう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 、沖縄であるんだけど、それに勝つ。次膝もありのルールでしょ。そう、めっちゃ痛いじゃん。やばいよ、腹筋めっちゃ鍛えなかん。そうだね、一緒に頑張ろう。今日もこれからジムでしょ。今日は8時からジム行こう。あ、そうだね、そのフィジカルの。はいはいはい、ね、大輔さんもうすぐ34歳じゃん。34歳はそうだな、夫婦これまで以上にまた仲良く過ごしたいなって感じかな。そうだね、うん、個人の抱負はあんまりないかも。あ、うん、夫婦でやりたいことが多いから、うん、だから夫婦で仲良くいろんなことに挑戦できればなっていうのが抱負。なんか大人の余裕を見せられてる感じ。私こんなさ、人を褒めるだけでこんなにボロカスになってるのに。可愛くなるっつってね。いや、いいんだよ、ちゃんまりが可愛ければ俺も幸せになるでしょ、うん、俺が幸せになったら仕事頑張るでしょ、うん、仕事頑張ったらほらお金貯まるでしょ、うん、ハッピーハッピーハッピーってなるでしょ。だからね、もうそう、嫁が可愛いっていうのは財産、うん、褒め上手になって、うん、もっとね、うん、女の子使えたらいいね。頑張る。
何地形って言って、何地形、そう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 、なんだっつってこのやるさ、何地形、ああ俺あれみたいじゃない、ハンマー裕次郎、いやごめん、わかんない、わかんないか、わかんないけどこういう感じなんだなって思う、分かる人多分なんかロン毛でいかついんだろうな。じゃあということで、はい、ちょっと精進してまいりますので今日はこの辺で、バイバーイ。